現在の私たちの支持率の状況は気にしておりません我々はゼロからの出発だと思ってます安倍政権に代わる自民党政権に代わる野党の結集を図る第一歩として位置づけ国民民主党は来月7日の決闘大会で綱領や人事を発表します全員の参加を呼びかけていますが民進党の現場元外務大臣 希望の党の細野元環境大臣ら新党への不参加を表明する議員が相次いでいます衆議院では野党第一党である立憲民主党の勢力を超えられない厳しい船出となります